ポンパンポン。ちょっとだけここ押さえといてもらっていいですか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。で、初シチューです。いや、初シチューですね。シチューを、まあ、だいたいね、こういうあの緑色っぽい方が気にならないかと思うので、そうですね、統一感ありますね。いや、いよいよか。いよいよか。遅すぎたかもしれないですけど、逆にこっちにしていこうかな。もうちょっと短いのでもよかったかな。ここにあんまりこうなってるの好きじゃないですか。いや、別にもうなんかさっきの見ちゃうと見られちゃってるんで、うん、はいはい、何でも大丈夫です。何でも大丈夫、はい、もう少しでもスマートになってくれるんだれば全然この程度は気にならないです、はいはいはい、あ、そうですか。だってさっきのですよ、だって元が元がさっきのですからね。このぐらい全然気にならないですよ、ね、そうですね、あれ見ちゃうと。確かに、確かに、はい、じゃあこれ2本ぐらい立たせとこうかな、最初って思います、はい。このシチューはもうずっとこのまま立たせる感じなんですか。そうなんです、そうなんです。あの、もうこういう風に本当に立ってきちゃえば外れると思います、はい、あー、なるほど。そう、外しても OK です。じゃあ歯の矯正器具みたいな感じですね。そうですね、そんな感じです、はい、なるほど、はい。で、上の方は立ってきましたね。これで縛っておきますね、とりあえず。うん、大丈夫でした。こうしておいてあげれば。はい、はい。あとこれをどうするかなんですけど、私的にはこれも切っちゃって、はい、新しいのに植え替えてあげるといいかなと思います。ああ、もう切っちゃっていいですか。そうそう、いいですか。いいですか。ありがとうございます。いや、もう、はい。ありがとうございます。なんかおかしいですか、ね、ちょっと若干今おかしいな。ありがとうございます、じゃあ。っていうかもう、ここからももう出てるんですよ、新しいの。うんうんうん。どん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 出てるんですよね。どんどんね、もっとモンステラって、育てやすくて面白い植物だと思いますよ。いや、本当に、ね、逆に困ってるんですよ、育ちすぎて。育ちすぎて嬉しい悲鳴。すっきりしましたね。だいぶすっきりしてきましたね。すっきりしました。で、これをどうするか、こっちをどうするかなんですけど、本当に1枚にしちゃうと寂しいのだったら、これはこれで1枚残しておくし。いや、でも、うん、どうなんですか、すぐまた生えてくるんじゃないですか。葉っぱはこの辺からもう出てくると思います。いや、もうすごい。だから、うん、私この成長過程を、はい、この6年間、はい、合計見てきてて、うんうん、すぐ生えるんで、あ、いいです。いいですね。そうしましょう。そうしましょう。もう思い切ってね。はい、切れる時、ね、死なないのであれば。死なない。絶対死なない。はい。もう切ってもらっちゃって大丈夫です。絶対死なない。はい。棒になりました。もうさ。このね。あ、いいじゃないですか。ちょっとここ土足したいかなと思うので。はい。でもここの根っこかっこいいですよね。これね。そうですね。こうやってやっぱり見ると、うん、うん、かっこいいですね。気根があった方が、はい、で、まあ、この辺から葉っぱ出てくると思うので、こういうところから、はい、こういうところも出てたらしい。確かにモスラっぽいですよね。もう全然別人だ。やっぱこの気根をちょっと土にやるっていうのもポイントなんですかね。いや、うん、まあ、結局根っこなのでね、はい、どっちでも切っちゃっても全然問題ないし、ただなんとなくここにいっぱいうちゃうちゃしてるよりは、ああ、見た目的に、見た目的に見えない方が良くないですか、なんとなく。そうですね、確かに。うちゃうちゃしてるから。確かに。で、何年かしてもいるので、土も減ってるんですよ、実はね。あ、土って減ってるんですか。そう、下からやっぱり出てっちゃうので、お水あげた時とかに細かい粒子の方を下に出てっちゃうじゃないですか。はい、で、容積もだんだんこう縮んできちゃうので。本当はね、植え替えしてあげても、まあ、もうちょっとしてこっちが葉っぱ出てきて、はい、なんかね、かっこいい鉢に植えてもいいかなとか思い出したら、はい、違う鉢に植えてもいいんじゃないかな。鉢のサイズって、うん、これがマックスじゃないですか。これがマックスでいいと思います。もうこんなこういう感じだったら、もしくは少しこうスリムなのにも今度は植えられるかもしれない。あ、できればね、スリムスリムにしていきたいですね。ですよね、今後ね。ちょっとこっちが出てからでいいかと思います。それは。じゃあまた来年って感じですか、ね。そうですね。こっち側の葉っぱが出だして様子見てっていう方でいいと思います。はい、
了解です。ちょっとこうスリッキーと本当にスリッカー計画を進めたいです。ああいいですね。もうとりあえず、はい、でかくするのはでかくしたんでとりあえず、あそうそうそう、はい、そうですね、大きくなってきたから、はい、今度はそれをじゃあどういうふうに仕立てていこうかなみたいな。そうですね、うん、はい、これからはちょっとそんな方向性で、はい、モスラさんを成長させていただきます。はい、できました。あ、もう終わりですか。これで OK です。あー完成みたいです。はい、OK です。あとちょっと水だけちょっとかけます。はい、はい、いたところ、さっきのこの辺とかかけときます。はい、はい、いやだいぶ本当にシンプルになりました。生まれ変わりましたね。いいですね。あの切り口を、はい、この切り口ね、はい、切り口、お薬塗る場合もあるんですけども、モンステラって結構強いのでこのままでいいと思います。あ、このままでもいいですね。このままでその表面乾いてきちゃうので、はい、大丈夫だと思います。あ、わかりました。はい、切れない時は本当にノコギリとかで切って、こう太い時はね切ってあげるといいと思います。ということみたいです。はい、はい、はい、で、あっちはどうしましょう。あっちは何かに植え替えましょうか。いや、どうしようかな、うん、はい、先ほどその切ったやつの今後についてちょっと富倉さんとお話しして、あの決めました。はい、はい、で、まずこの今富倉さんがお持ちいただいている方、はい、これはですね、私の視聴者さん、リスナーさんにあのちょっと、プレゼント、しようと思います。はい、でこれ誰にあげるかっていうと、そのリスナーさんの中でそのお米農家さんがいらっしゃって、はい、で私にもう何度かお米を、まあ、この前もちょうどもらったんですけども、はい、その藤枝さんというね、お米農家の方に今回は、はい、日頃お世話になっているということで、はい、お届けしようかなと思っております。こちら藤枝さん、待っててください。はい、待っててください。はい、これはだから、これからまた富倉さんに、はい、うん、植え替えます、ね、植え替えていただいて、はい、はい、お送りしますよと、はい、で、はい、あちらの方ですよね、はい、最後、中断したのが、これがですね、まあ、もう私的にはちょっともうあっちで手一杯なんで、これは私手放そうと思ってたんですが、はい、そうしましたら、はい、なんと富倉さんが、はい、あのもらっていただけると、うちの子に、いやこれはもう本当嬉しいですね。ます、はい、ということでこちらはですね、はい、富倉さんに、はいはい、これから、育てていただけるよと、はい、いうことで、もう処分をすることなく、そうです、皆さんに行けたらということですね。私的にもちょっと嬉しいです、これは。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、里親として頑張ります。いやー、本当ですね。もう、ね、お母さんみたいなもんですから、モスラさんも。そう、そう、そうですよ。はい、我が子ですよ。ね、もうここまで携わっていただいてますので。本当です、本当です。我が子。いやー、本当にありがたいです。手元に来ます。はい、よろしくお願いします。はい、ということで。じゃあ、ね、この藤枝さんの、送る方ですね。はい、じゃあ、これをまた、植えていただけると、はい、いうことですね。で、まあ、このままでもいけちゃうんですけど、はい、ちょっとね、葉っぱがやっぱり若かったのでちょっと傷ついちゃったので、ここを切っていこうと思います。あ、はい、でここはもう一個出そうなんですよ。いや、もうそうなんです ね、出てるんですよ、でもね出てるの分かると思うので、ここをちょっと残しつつ、はい、植えていこうかなと。了解しました。こんな感じ、ね、よろしくお願いします。こんな感じ、はい、ちょうどいいですね。いや、ちょうどいいですね。ちょうどいい、ちょうどいい。で、鉢の中にこういうゴロゴロした土を最初入れていきますね。はい、これ水はけ用です。はい、水はけ用の土。赤玉土。これ赤玉土の赤玉土の大粒ってやつですね。大粒ですね。確かにちょっと大きいですね。はい、そう、大きい粒。で、水はけよくしていきます。はい、これは私もね、やりましたね、最初のところ ね。植え替えするときはね、必ずこういうふうに水はけいいもの。はい、あのこういうふうに鉢が深いものに対してそういうふうにしますね。はい、で培養土を入れていきます。ちなみにこのような培養土です。やった、は
太陽と、これプランター用途って書いてありますけど、はい、観葉植物でも全然いけちゃうっていうものなんで、ちなみにこれはうちの栃木園芸オリジナルの、あ、そうなんですか。そうなんです、これオリジナル、オリジナルブレンドなんです。これすごい。で植えていきます。根っこ出てるので根っこ下にして植えていきますね、はい、で周りに土を入れて固定していきます。入っていきますね。感慨深いですね。感慨深いですね。大きくなれ。すぐすぐなるけど、すぐなるけど。本当にすごいもんこの人は。奥目農家さんに行くんですね。そうなんです。だからもう間違いないと思います。うん、ですね。なんかね植物育てるの得意そうなイメージです。こんな感じで、でちょっと周りをね固めながら。はい、切っちゃってもいいかな、ね、あ、いいですね、切っちゃってもね、はい、1枚切っちゃっても良さそうです、はい、切っちゃいましょう。あ、スッキリしましたね、スッキリして、大きくなりますから。いや、もうほんとすぐだね、はい、続々出てくると思うんで、続々と出てきます、続々と。本当ね、ここまでの葉っぱになってるとあっという間ですよね。いや、あっという間ですね。そうなの、本当に。なんか水をやるとすぐ出てくるんですよ。わかる、イメージ的に。そうです、そういう感じです。水やったら、あれ、なんか出てきてるしみたいな。なんか、でかくなってる。いや、でも、3年前でした？3年、そう、2019年ですね、前回は。あそこからの伸び、またすごかったですね。いやー、びっくりしましたよ。本当ですよ。電話で聞いた時、大きい、すっごいですって言ってたけど、大変でしたもん、車に入れるの。よくそ持ってきました、車に入れるのも大変でしたし、はい、なんならうち3階なんですけど、それが。そうなんですか。3階からまずその車に持っていくのが大変でした。うん、うん、ですね。まず出すところ、出すところからまず、うん、本当に一苦労だったので、本当だから、今回ああいう風にねシンプルになっていただいて良かったです。良かったですね、はい、あれいいね、やっぱり遠くから見てもかっこいいじゃないですか。いや、いいですね。もうシンプルイズベストで、これからは ね、いいと思います。行きたいと思います、はい、でこちらもねこんな感じで、はい、いや、あっという間に終わりました。はい、さすがデーベラー、いい、こんな感じ、ね、よろしい、はい、はい、ということで、はい、こちらを藤枝さんにお届けします、はい、プレゼント、プレゼント、はい、以上です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます、お疲れ様でした。はい、てな感じでエンディングです。いかがだったでしょうか。はい、ということで富倉さん、今回はまた、もちださんの、はい、はい、今回株分けということで、ありがとうございました。本当にありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。はい、ということでね、今並べて、置いていただきましたけれども、はい、いや、でも本当にだいぶシンプルにスマートになりましたね、もちださん。なりましたね。いや、もうあれを見ちゃうと、これはもうめちゃめちゃ別人ねえ、うん、激変わりしましたけれども、はい、こういう感じでね、はい、今回は立てていただきましたので、はい、またこれがね、ここからどういう風に変化をしていくのか、はい、はい、またね、こちらも追って、皆さんにお届けしたいなと、はい、思いますけれども、楽しみです、はい、で、これがね、藤枝さんに送る方で、はい、はい、プレゼント、プレゼント、はい、後でお送りします、はい、で、後ろも見る、後ろにですね、はい、あの壺に、はい、富岡さんに飾り立てていただきました。はい、もう一本の方、もう一本の方ね、はい、葉っぱとしても楽しめますけど、あの中の一つは植え替えて、はい、ということで、もうこれは私、本当にね、飼い主としても嬉しい、喜ばしいことです、はい、はい、ということで、よろしくお願いします。はい、里親頑張ります。はい、はい、で、まあ、栃木県さんの、また、はい、これからの予定というか、なんかお知らせというかね、告知があれば、あ、ありがとうございます、はい、ぜひ。毎月ですね、寄せ植えの講座とかを開催してますので、もし気になる方は、お問い合わせいただければと思います。ホームページにもいろいろね、はい、情報載ってますので、ぜひぜひご参加ください。はい、じゃあ、下の概要欄の方にいつものようにね、栃木園芸さんのホームページ、リンク貼っておきますので、ぜひチェックしてください。はい、まあ、富倉さんはね、もう社長として筆頭に、はい、もうお綺麗なね、女性スタッフの皆さんが、はい、そうなんです、はい、もうお出迎えしていただきますんで、はい、もうね、花々も一緒にこう皆さんをね、笑顔でお迎えしていただけるという、はい、はい、ありがとうございます、ぜひね、お越しください、はい、ということで、はい、今回の動画はここまで、また次回の動画でお会いしましょう、はい、ありがとうございました。高評価と、はい、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。